にちは、サリです。よ。この動画では、有名な We Are the World の参加歌手について解説するぜ。確か、アフリカの貧困に対してのチャリティーだよね。その通り、時は1985年1月28日、ハリウッドの A&M スタジオに世界的に活躍するアメリカ人歌手が一堂に会した。これは、イギリスでボブ・ゲルドフが行っていたチャリティー、バンドエイドに触発されたもので、やがて活動はライブエイドという一大イベントへ発展していく。チャリティーだから、歌手たちはもちろん無償で行っているぜ。レコードの売り上げは寄付されるわけね。言葉で言うのは簡単だけど、すごいことだよね。忙しいはずなのに、よく集まったね。この日はアメリカンミュージックアワードがあったから、集まりやすかったんだ。収録は夜から朝方まで行われたぜ。そうなんだ。作詞作曲はマイケル・ジャクソンとライオネル・リッチー。プロデュースはクインシー・ジョーンズとマイケル・オマーチャンだ。マイケル・ジャクソンとライオネル・リッチーは、ボーカルでも参加しているね。ああ、この時集まったのは45人だが、そのうちリードボーカルを担当したのが21人だ。他の歌手たちはコーラスに参加しているぜ。そこで、これからリードボーカル21人の歌手に関して、ざっくり解説していくぜ。日本でも有名な人ばかりだよね。ああ、だから、この動画を見れば、We Are the World がいかに奇跡的な曲かがわかるぜ。それでは早速、スタートです。まずは A メロだぜ。フェアコーンズはタイム、When we heed a certain call, When the world must come together as one。 ここを歌っているのは、ライオネル・リッチーです。1974年に、ファンクバンドコモドアーズのメンバーとしてデビュー。1982年よりソロ活動を開始します。日本でのヒット曲は、ダイアナ・ロスとデュエットしたエンドレス・ラブなどだな。代表アルバムは、オールナイトロング。We Are the World は、彼の尽力なくしては成立しなかったね。When the world must come together as one, there are people dying. ここを歌っているのは、スティービー・ワンダーです。生まれてすぐに目が見えなくなるも、天性の音楽的才能を発揮し、11歳でモータウンと契約。その後 R&B の代表的アーティストとしてヒット曲を連発しています。歌声だけでなく、ピアノとハーモニカの演奏にも定評があるな。代表曲は、愛するデューク、心の愛、可愛い愛車などだな。ポール・マッカートニーとの共作、エボニー&アイボリーも有名だね。私は中学の英語で習ったよ。おう、可愛い愛車をはじめ、日本でも CM ソングで、馴染みのある曲が多いよな。Oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all。 ここを歌っているのは、ポール・サイモンです。1964年に、フォークデュオ、サイモン&ガーファンクルとしてデビュー。叙情的なメロディーと、文学性の高い歌詞、ギター技術の高さなどから時代を代表するアーティストとなります。サウンド・オブ・サイレンス、ミセス・ロビンソン、明日にかける橋などが有名だな。村上龍のシックスティナインや、村上春樹のノルウェーの森でも言及があるね。ウディ・アレン監督の映画、アニー・ホールにも出演しているぜ。身長が160センチ弱という小柄な部分も、熊の俺には親近感があるな。We can't go on, pretending day by day。 ここを歌っているのは、ケニー・ロジャースです。カントリーの代表的歌手として50年代後半より活躍。ライオネル・リッチーに楽曲提供されるなど、結びつきが強いです。代表曲は、レイジ、ザ・ジャングラーなどだな。肉料理のレストラン、ケニー・ロジャース・ロースターズを経営していた。実業家としての側面もありました。That someone, somewhere will soon, make a change。 ここを歌っているのは、ジェームス・イングラムです。R&B やソウルのシンガーとして1975年に活動開始。クインシー・ジョーンズに才能を見出されたほか、レイ・チャールズのサポートメンバーも務めました。彼はこの曲のコーダでも、レイ・チャールズと見事な掛け合いを演じているぜ。脳腫瘍のため、66歳の若さで亡くなりました。We all are of God's great big family。 ここを歌っているのは、ティナ・ターナーです。1960年に、アイク・ターナーとデュオを結成。全米でのライブ活動を通して、広く支持を獲得しました。代表曲は、愛の魔力、Let's Stay Together などだな。パワフルでハスキーな歌声、エネルギッシュでカリスマ的なステージパフォーマンスなど、多くの歌手に影響を与えました。And the truth, you know love is all we need。 ここを歌っているのは、ビリー・ジョエルです。
1973年にアルバムピアノマンでデビュー。抜群のメロディーセンスでポップロック界を牽引しました。日本でもオネスティやアップタウンガールなど有名なヒット曲がたくさんあるな。最近だとキリンスプリングバレーの CM でピアノマンが使われているね。さて、ここからはサビに入るよ。世界平和への祈りが込められたメッセージ性のある歌詞だな。 We are the world, We are the children, We are the ones who make a brighter day, So let's start giving. ここを歌っているのはマイケル・ジャクソンです。26歳というのは参加者の中で最年少だな。ジャクソン5のボーカリストとして少年時代から活躍。クインシー・ジョーンズプロデュース、1982年に世界一売れたアルバムスリラーを発表するなど、キング・オブ・ポップと評される不正室のエンターテイナーです。ビリー・ジーンで見せるムーンウォークなど、ダンサーとしても世界的に有名だな。肌の色の変化や児童虐待疑惑などマスコミの報道は絶えなかったけど、結局本人に非は全くなかったんだよね。この活動をはじめ、世界平和を願う慈善活動など、尊敬できる部分が多いと思っているぜ。セレスはチョイスはメイキング、ウェアセービングアワーオンリブス、イッツプルウィルメイクアベターデイ、ジャストユーアンドミー。ここを歌っているのは、ダイアナ・ロスです。1959年から、コーラスグループザ・スプリームスのリードシンガーとして活躍。ソロ活動を開始後は、女優としても活躍します。代表曲は、戦術のライオネル・リッチーとのエンドレスラブや、アップサイドダウン、アイムカミングアウトなどだな。コーラスの際に、スティービー・ワンダーとマイケル・ジャクソンと、手をつないで歌っていたのが印象的だよ。Send them your heart so she'll know that someone cares, and their lives will be strong and free. ここを歌っているのは、ディオン・ヌアウィックです。バート・バカラック作品を多数歌唱したことで知られ、またホイットニー・ヒューストンは親戚です。代表曲は、愛の巡り合いや、バリー・マニローのプロデュースによる涙の分かれ道などだな。アメリカを代表するポップス歌手の一人です。And their lives will be strong and free. As God has shown us by turning stone to bread. ここを歌っているのは、ウィリー・ネルソンです。50年代後半からカントリー歌手として活動を開始。ヒッピー文化に影響を受けたスタイルは、保守的なカントリー界では異端でした。ジョン・メレンケンプ、ニール・ヤングと共に、ファームエイドを主催したことでも知られているぜ。代表曲は雨の別離、オン・ザ・ロード・アゲインなどだな。様々なジャンルのアーティストと協業したことでも、評価が高いね。So we all must lend a helping hand。ここを歌っているのは、アル・ジェローです。1975年にジャズボーカリストとしてデビュー。1982年よりソロ活動を開始し、ポップスの分野でも成功を収めます。代表アルバムは、グラミー賞を受賞したライブ・イン・ヨーロッパ、風のメルヘンなどだな。広い声域に、ソフトかつ伸びやかな歌声が特徴的だね。We are the world, We are the children。ここを歌っているのは、ブルース・スプリングスティーンです。熱のこもった、とにかく印象的な歌唱だよな。1973年にデビュー。ブルース・スプリングスティーン&イーストリートバンドとして、労働者階級における青春群像を歌い上げ、広くアメリカ国民に支持されます。明日なき暴走、リバー、ボーン・イン・ザ・ USA などが代表曲だな。浜田省吾、佐野元春、尾崎豊、トラブユーなど、明らかに彼の影響を受けたとおぼしき日本のアーティストも多いな。彼のロックは、経済大国アメリカの闇の部分を救い上げながら、人々に寄り添っているね。We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. ここを歌っているのは、ケニー・ロギンスです。1972年デビューの、フォークロックのアーティストです。映画トップガンの主題歌デンジャーゾーンや、フットルースなどが代表曲だな。フットルースのサビは、マクドナルドの CM、ハンバーガービッグアメリカシリーズで使用されていたね。Their choice were making, we are saving our own lives.ここを歌っているのは、スティーブ・ペリーです。ロックバンドジャーニーのボーカリストとして有名です。代表アルバムは、エスケープ、フロンティアーズなどだな。サッカー選手のリオネル・メッシにそっくりだとよく話題に上がる人物だぜ。特ダネのオープニングや、日産エルグランドの CM など、日本でも聞き覚えのある曲が多いね。It's true we'll make a better day, just you and me。ここを歌っているのは、ダリル・ホールです。
1972年、ダリル・ホール&ジョン・オーツとしてデビュー。ブルー・アイド・ソウルのデュオとして活躍しました。代表曲は、リッチガール、イッツ・ア・ラーフ、振られた気持ちなどだな。伸びやかで張りのある声が特徴的だね。さて、次は B メロだね。When you are down and out, there seems no hope at all。 ここでマイケル・ジャクソンが再登場。本来はプリンスが担当予定だったが、トラブルが起こり急遽不参加になってしまいました。プリンスは、同い年のマイケルと共に評価の高いポップミュージシャンで、ソングライティングとギター演奏の双方において卓越した才能があります。代表曲はパープルレイン、ビートに抱かれてなどだが、ファンク、ゴスペル、サイケ、ソウル、ジャズ、ロックなどの要素を含む、ジャンル分けできない複合的な作品だな。 But if you just believe there is no way we can fall。 ここを歌っているのは、ヒューイ・ルイスです。1980年にロックバンドヒューイ・ルイス&ザ・ニュースとしてデビュー。映画バックトゥザフューチャーの主題歌、パワーオブラブにより人気を獲得します。彼もプリンスの代役として、急遽リードボーカルを担当することになったぜ。ハスキーボイスが特徴的だね。Well, let's realize that change can only come。 ここを歌っているのは、シンディ・ローパーです。キャリア初期はロカビリーサウンドが理解されず、自己破産するなど苦労しますが、We are the world の歌唱をきっかけに人気を獲得。代表曲は Girls Just Wanna Have Fun、Time After Time などだな。シンディのアドリブと、可愛さ全開のファッションは、印象に残っている人も多いのではないでしょうか。When We Stand Brothers One。 ここを歌っているのは、キム・カーンズです。1966年にフォークグループとしてデビュー。その美貌と、独特のハスキーボイスで人気を獲得します。ジャッキー・デ・シャノン、ベティ・デイビスの瞳のカバーは、全米で九州1位という記録的な大ヒットとなったぜ。ケニー・ロジャースとのデュエット曲、荒野に消えた愛もリリースしているね。さて、ここからは全員でのサビのコーラスだよ。当日スタジオで最初に録音された部分だぜ。プロモーションビデオでは、それぞれの個性あふれる姿が見れるね。俺は大勢に囲まれて戸惑いを隠せないボブ・ディランが好きだな。スティービー・ワンダーとダイアナ・ロスが手を繋いでいるのが好きだな。サビのリピート1回目。Their choice were making, we are saving our own lives. It's true we'll make a better day, just you and me。 重要なこのパートを歌っているのは、ボブ・ディランです。1962年にデビュー。当初はフォークの貴公子として公民権運動などの政治活動に影響力を持ちました。やがてフォークから脱却すると常にロックの最前線で作品を発表。ビートルズやストーンズと並ぶ、60年代以降のロック界最重要人物です。代表曲は風に吹かれて、Like a Rolling Stone、天国への扉など多数あるな。フォークの伝統と、フランス象徴主義などに影響を受けた卓越した歌詞により、ノーベル文学賞を受賞しているぜ。今回の参加者で言っても、スティービー・ワンダー、ビリー・ジョエル、ブルース・スプリングスティーンなどに楽曲をカバーされているぜ。ビリー・ジョエルのピアノマンは、ディランのミスター・タンブリンマンのオマージュでもあるよね。孤高の存在であるディランが、自分より若いミュージシャンの楽曲を歌って一緒に取り組んでいるのは、とても印象深いな。サビのリピート2回目。ここを歌っているのは、レイ・チャールズです。盲目というハンディの中、ソウルミュージックのパイオニア的存在として最高峰の評価を受けています。第1回目でのロックの殿堂入り、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第2位です。今回の参加者で最年長だな。この曲に彼のボーカルが加わったことで、完成度がさらに上がったと言えそうだな。日本での有名曲は、サザンオールスターズのカバーであるエリー・マイ・ラブや、我が心のジョージアなどだな。彼の唯一無二の歌声は、魂の叫びを実感するとともに、ある種のぬくもりがあるようにも思えるよ。サビのリピート3回目。ここを歌っているのは、スティービー・ワンダーとブルース・スプリングスティーンです。1月28日に、ブルースのみソロを録音。翌月にスティービーが招集され、追加で録音。掛け合いになっています。二人とも、シンガーとしての個性が存分に発揮されていて、鳥肌が立つぜ。熊にも鳥肌ってあるの？わははは。わははは。
サビのリピート4回目。ここを歌っているのは、ジェームス・イングラムとレイ・チャールズです。これも後日追加録音されたパートだな。大御所と、次世代を担う若手のハーモニーは、プロデューサークイン・シー・ジョーンズのアイデアでした。We Are the World が作品として生み出されたのは、クインシーの功績も計り知れないということだな。そうだね。じゃあ今回はこの辺でさようならかな。おう、また次の動画でよろしく頼むぜ。それでは、とべこりー。